おととい、三重県に新アクティビティリゾートがグランドオープン。リーズワンダイブ。やばい、うわー、高い、いやー、やばい、気持ちいい、すごい、最高、やりました。おとといオープンしたばっかりでございます、芝グリーンアドベンチャー。おとといオープン、島グリーンアドベンチャー。バンテリンドーム名古屋23個分の敷地に20個のアトラクションと施設が点在。今日の花咲かタイムズはその20個全部見せます。うわー、やばい。世界初超絶スリルの巨大アスレチックに、よし、あっそ、やられた。日本初、初心者でも安心安全最新サバゲー。すでには特殊なドローンを使ったストラックアウトまで登場。そして超ラグジュアリーなグランピングではプールに豪華バーベキューまで。夏休みに泊まって遊べる島グリーンアドベンチャー、全部見せます。名古屋から車で2時間半で行ける島グリーンアドベンチャーは、阿吾湾のほとりにあったゴルフ場をリノベーションして作られたアクティビティリゾート。アトラクションフィールドとグランピングフィールドがあるんですが、まずはアトラクション。入場料3300円で1日遊べるエリアなんです。オープニングで体験したジップダイブはここの目玉アトラクションにして日本初。高低差50メートル、全長620メートルを45秒で滑るスリル満点のジップラインで、うつ伏せに滑空するものとしては日本最長を誇るんです。大城くんと永田くんも日本最長ジップダイブを体験。はい、どういうこと？うわ、これはいいな。ちょっと待って、これ本当に本当に大丈夫？でもレンジの台下げます。浮いちゃう？おわ、すげえ。あ、ちょっと待って、すげえ。めっちゃ怖いかも。これはすごい。え、ちょっと待って、浮いてます。結構なスピードが出ます。スピードもある。これは最高です。気持ちいい。長いです。うわ、620メートルすごい。景色100点満点です。わっ、45秒間どう、大城くん。目の前真っ暗でした。45秒目つぶっちゃってた。どうでした、永田くん。いや、もう景色もいいし、スリル感もスピード感もどれとっても最高の一言です。これはもうこの夏やるっきゃない、やるっきゃない、楽しむっきゃない。お伝えします。日本一のアトラクションもあれば、世界初のアスレチックだってあるんです。で、目玉がこちらです。これ、わーお、わー、高っ、高っ。こちらクライミングタワーです。クライミングタワー、そうです。大きいタワーと小さいタワーがあって、その間を吊り橋で繋いでるタワーになります。あっちもあんの？そうです。え、高さ的にはこの奥が高いですか？そうですね、奥が高くてビル6階分ぐらいの高さになります。ビル6階分、127種類もアトラクションがあります。 127？ はい、煩悩の数より多いじゃない。高さ15メートルで2つのアスレチックがつながるものは世界初のクライミングタワー。身長制限はありますが、子供でも楽しめる超本格タワーで、その中には
127種類のスリル満点アトラクションが点在。さらにゴールも設定されているそうで、一番奥、おい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 、一本橋の鐘のところを目指していただきます。え、あれ鳴らすんですか？あれを鳴らしてください。オッケー、鳴らしに行きます。鳴らしてきてください。あれ、え、はい、はい、鳴らしに行くんですよね。鳴らしに行ってください。大城くんはビル6階分の高さにビビりまくっていますが、ハーネスを装備して事前説明もしっかりしているので安心ですよ。行きます、ゴー。俺がこっちに行く。よし、行ってきます。おい、よし、どっから行く？全然意外に気持ちいい。気持ちいいよね、なんか綺麗。意外となんかやっぱ日陰になってるからさ。ああ、そうそうそう、この辺はね、いい。ちなみにアトラクションは色で難易度が分かれていて、自分の好きなものだけ体験できる仕組みに。簡単なものも用意されているのは子供にも嬉しいですよね。ここだわ、これだ、青。それ青です。あ、え、何が青だよ。え、これ青。青だよ。これ青です。掴むものもないじゃん、これは。まずは初級アトラクションで肩慣らし。お、あ、でもまあ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 、あ、でもこれスリルさもあっていいぞ。おお、おー、いけた？おいで。あ、いけてない？俺結構いけてる、いけてる。あー、でも揺れるね、これ。でもお子さんとか勇気つくんじゃない、これ。オッケー。あ、青いいね、青簡単。青い。これ色分けされてるので、まあ、僕みたいに高いところが苦手な人も、あの、安心して楽しめるのと、仮にちょっと足滑らせてスッと落ちちゃっても救助隊がいらっしゃって救助してくれるって。僕なんかもうこれちょっと落ちちゃうんですけど、救助してくれたんですよ。スタッフさんがちゃんと笑って終われるスリル。うわ、ちょっと高くなったよ。きついわ、結構。ちょっと高くなった。これはね、ちょっと怖いわ。一個上に来ただけでだいぶ世界違うわ。いやいや、いいんじゃない、このスリルさ。高さ10メートルはビル4階相当。高いところが苦手じゃなくても足がすくむ高さですが、怖いもの知らずの永田くんは気になってんのあんだよね。これ、これです。それはやばいよ。いや、これやりたいよと思って、もうだってそれ色見たら黒でした。黒やん。黒です。やばいって。黒といえば最難関。手すりもなくビル4階分の高さを綱渡りするというスリル満点すぎるアトラクションです。うわー、これは俺置くぜ。よーい、いくね、すごいね。うわー、すごい、揺れる揺れる。高さはどう？高さ高い。やっぱ木の板とは違う。全然違う。やっぱ一個上に上がるだけで高さが全然違うね。もう景色が。よーい、よー、行ったね。怖いもの知らずの永田くん、最難関アトラクションも難なくクリア。さらにその上の3階へ行ってみると、やばい、やばい、高い、めちゃくちゃ高い、めちゃくちゃ高い。数々のアトラクションがあるけど高さはやばいです。あー、めっちゃ高い。最上階はおよそ15メートル。この高さはさすがに怖いですよね。鐘があるのも隣のタワーの同じくおよそ15メートルの高さ。見下ろすだけで足が震える高さですが、あの一本橋を渡らないと鐘が鳴らせないというスリル満点のゴールです。しゃあ、渡るぜ。うわー、やばいわこれ。
うわいや気持ちいい、やばい、金までもうちょっとだよ、あらあとちょっとよ、もうあんな遠かったのが。さすがに高所恐怖症の城くん、この高さに。もうちょっと俺、さすがに行けないわ、そっち側。俺はここでちゃんと見とくから。ということで大城くん脱落。そんな大城くんを尻目に、高さ15メートルも余裕の永田くん。行くね、スリさん。あと一個だ。金出るまでこれだ。さあ最後の難関、心もとないロープの吊り橋を渡れば金にたどり着きますが、ちょっと俺無理かも。ちょっと待ってよ、スタッフも脱落。あの鐘を鳴らすのは永田。あとちょっと、来たよ。さあ残るは一本橋のみ。その景色ですよ。いやこれ絶景だな。どうかこれからもご贔屓に、これからも花坂タイムズよろしくお願いします。うーやったー。スタートから1時間半ついにゴールの鐘を鳴らすことに成功。行こう行こう、怖い怖い怖い。ここまでスリル満点のアトラクションを2つ体験しましたが、今日は全部見せますよ。とその前に、島グリーンアドベンチャーはですね、このグランピングも楽しめる、すごいですね。やっぱり広大な敷地に17棟。今回私はレポートとともにですね、東さん、友近さんと行くプライベート旅の下見のつもりで来てますから、ちょっと今年はお二人島、これはもう注目。そうもう一つの目玉グランピング、全17棟が立ち並び完全プライベート空間で楽しめる極上の宿泊施設。これやっぱり中気になりますね。こんにちは、よろしくお願いいたします。グランピングも良さそうですね。ありがとうございます。こちらはどういった、はい、こちらがレギュラー棟となりまして、緑色の内装を基調としたお部屋となっております。まずは緑を基調としたレギュラー棟をチェック。失礼いたします。うわいやめちゃくちゃいいじゃないですか。ありがとうございます。外がね、はい、もう灼熱でしたので、はい、エアコンが気持ちいいですね。エアコンしかも1台そして2台、これはいいわ。最大6名まで宿泊することができるレギュラー棟、6人で泊まれば1人当たり1万8000円ちょっと。広々空間でゆったりとくつろげ、窓際のソファーからは島の自然や星空を満喫できるスペースも。こういったハンモックもあって、はい、レギュラー棟にはハンモックをご用意しております。はあ、なるほど。じゃあ誰がハンモック取るんだなんていうね。東さんじゃんけんしましょうよこれ。そして子供が大興奮するあのアイテムも。あれですね、あ、これこうやって、はい、あ、じゃあそれこそ花坂タイムズ終わりにみんなで来て、はい、今日のオンエア確認しながら、うわー島で
プロジェクター本体もあるので夜に映画やアニメも楽しめます。隣のダイニング棟には自炊ができるキッチンがあったり、お風呂がつくのはもちろん、さらにはドームテントの横に追加料金なしで入れるテントサウナもあって、自然の中で整うことができるんです。他にもレギュラー棟に日本最大級のドッグランがついたものも。広大な土地で愛犬と一緒に遊ぶことができます。なんとワンちゃん専用のテントまで設置されているんです。さらに最上級クラスのラグジュアリー棟もあるんです。おお、ちょっともう高級な展示場のようだね。いい雰囲気ですよ。すごいですね。もうお手本のような高級感。ありがとうございます、ね。キッチンも完備された広々としたリビング。およそ50平米の超ラグジュアリーな空間で、最大8人まで宿泊可能。大人数でも開放的な時間を過ごすことができます。うわ、ここもまた落ち着いた雰囲気のね。ありがとうございます。ちょっとベッドの広さも大きいですね。そうですね、ラグジュアリー棟に比べると少し広めのものをご用意しております。ラグジュアリー棟がこっちか。ん、あ、そうです、そうですね。うんってやるときにほっぺに手を当てるタイプという素敵でございます。寝室が2部屋あるラグジュアリー棟。こちらは和風モダンをテーマにしたお部屋。少し会話ができる、はい、2人っきりで、これは友近さん南部さんの部屋かな。この感じは。もう一つのベッドルームにはある特徴が、正面は緑と海と広がっていて、向こう側からはもう誰も見ることがない、はい、プライベート空間になってるわけですね、はい、これはもう東先生泊まってもらって寝て起きていきなりパター練習できちゃいますね、これね。元ゴルフ場ですから。広々リビングに景色も最高なベッドルーム、和室まで完備されているラグジュアリー棟ですが、さらにラグジュアリーなあれが。ちょっと私の目線の先、はい、とんでもないもんありますよ。ちょっと行きましょう。いいですか、どうぞ。これ待って、プライベートプール。はい、それでございます。そう、部屋を出ると目の前にはプライベートプールが。ただ驚くのはこれだけじゃないですよ。あとバレルサウナがついておりまして、本場フィンランドのサウナになるんですけれども、そちらがラグジュアリー棟にはついております。で、このサウナの中からもまた眺めがいい、はい、思いっきり汗かいて、え、ということは、はい、水風呂は、はい、あのプール、はい、それでございます。極上。完全プライベート空間のバレルサウナ。サウナは90度に設定されていて、物足りない人はセルフロウリュで温度を上げることもできます。私も早速体験してみることに。バレルサウナ初めて入りましたけど、本当に非常にね、こう向き合える、自分と向き合えるようないい空間ですね。暑くなってきた。だいぶ来てますけど、まだそのいわゆる整うとかだとまだまだかなって感じ。みんなに5分外で待ってもらいました。うわ、もうちょっと外気浴だけでもだいぶ涼しい。いただきます。うわー、気持ちいい。最高。
ちょっとビーチボーイズに見える。それマジで見えもちろんそのまま外気浴もできます。さあこのラグジュアリー棟、気になる一泊のお値段はおいくらですか？はい、最大8名様で1棟33万円からでご宿泊いただけます。8人です。ラグジュアリーですね。さっき長岡さん、反町に見えました。反町？はい、とも言えとも言わない優しさです。これがラグジュアリー接客です。さらにこのグランピンググルメも超豪華。大自然の中、バーベキューが楽しめるんですが、こちらは後ほどご紹介。ということで、まだまだ楽しめるアトラクション、続いてはではこちらです。すげえ、なんかすごそうなエリアだ。ここはレーザーバトルです。レーザーバトル、そうです。かっけえ。まずは広大な敷地を利用したレーザーバトル。赤外線システムを活用し、撃たれたらヘルメットから出る光と音で教えてくれるので、初心者でも安心安全に遊べます。これ実際弾が飛ぶわけじゃないので、お子さんでも安心して楽しむことができて、今1対1ですけど、実際は本当に何十対何十の戦いができるっていう。楽しそう。よし、あーくそ、やられた、くそ。ちなみに最大60人で遊ぶことができますよ。さらに最新技術といえば、ドローンでの空撮体験ができたり、特殊なドローンを使って的を射抜くストラックアウトなど、最新のアトラクションも楽しめます。今回は制限時間1分でストラックアウト勝負。はい、では行きます。よーい、スタート。左下長押しで浮かせる。いけいけ、もう時間来てるもんね。どっから行く、どっから行く。ちょっと待って、むずい。はいはい、あー、ちょっと待って、真ん中狙いたい。ちょっと行け、ナイス。あと3333、行け2、はい、OK、 はいよ、 OK、 はい、戻って戻って。その後も2枚打ち抜き、大城くんの記録は4枚。よーい、スタート。さあ始まったよ。あ、うまいうまいうまい、早いよ。え、うまくね。え、うまい。あ、もう同点。抜群のコントロールを見せる永田くん、次々と的を射抜いていき、落ち着いて。5、4、やばい、3、2、1、動かねえ。あ、くそ、ちょっとマジいけそうやったわ。あと2枚だったよ。なんと記録7枚と大健闘。さあここからはテンポアップしてアトラクションを紹介。子供が大興奮のフォレストジャンプに、27度の斜面を滑り抜ける芝滑り、巨大迷路は子供も大喜びすること間違いなし。もちろん小さい子供でも楽しめるキッズエリアもあったりと、広大な芝生で一日中遊べるアトラクションが盛りだくさん。早ない？スラックラインやネットにバウンドさせて遊ぶスパイクボールも楽しめます。こちらの音で遊ぶハーモニーハウスは、モッキン楽しい。サッカーとビリヤードを掛け合わせた新スポーツも。イエーイ。他にもパターゴルフをはじめ、斜面にボールを転がして得点を競うゲーム、ゴールに向けて投げるフリスビー、芝生の上で大玉転がしなど、子供から大人まで楽しめるアトラクションが揃います。
しい、楽しい。さあ皆さん、お待たせしました、お待ちかねの豪華バーベキューです。お待たせいたしました。こちらが今回ご用意いたしましたスタンダードバーベキューでございます。スタンダードバーベキュー、はい、こんな玉手箱みたいなすごい、いきますね、はい、中さあやった牛豚鶏、はい、最高のラインナップでうまそうなお肉ですね。お肉と海鮮が詰まった超豪華バーベキューコース、骨付き鶏の山賊焼きやオマールエビを豪快に、黒毛和牛のサーロインもいただけちゃう。おいしいですね。これはもう成功者ですね。続いてオマールエビも。弾力がかなりあって旨味が強いんで、本当にずっと噛んでられる、この非日常の雰囲気なんで、はい、この景色、うん、このお肉、この風、この雰囲気、うん、最高です。夜になるとこんな星空を見ることができますよ。